戦役とは、紀元前326年の11月から、紀元前325年2月の間に、アレクサンドロス三世によって行われた、パンジャーブ地方への遠征である。アレクサンドロスは遠征の限界を判断し、ヒュダスペス川を降りながらイセスシネス川を目指していたが、マンロイ人とオクシュドラカイ人は共同で、マケドニア軍による、この地域の進軍を拒否した。アレクサンドロスは、 現地の軍との開港を避け、この二つの川の間の地域を平定し、速やかにこの戦役を終わらせようとした。アレクサンドロスはこの戦役の中で重傷を負い、命を落としかけた。マロイ人に対する戦役はアレクサンドロスがヒンドゥクシュ山脈を越えた年に行われ、ペルシャ帝国に対する遠征が始まってから8年が経過していた。この時、 アレクサンドロスの征服地はギリシャからインドにまで拡大していた。いくつかのインドの部族は過去にペルシャ帝国の一部に組み込まれていた。この間、ギリシャでの正常は穏やかであった。アレクサンドロスは紀元前326年の5月にヒュダスペスカファンの戦いでポロス王を破った後30日間その地に泊まった。この間、 殺ロスとその属国であるタクシレスなどと和解し、新たにマケドニアの属国になった。アレクサンドロスはこの決定を仲裁し、自らの同盟に組み込むことに成功した。彼はその後、北東のグラウカの恋へと進軍し、37の都市を降伏させた。カシミールのアビセアズも同様にマケドニアに降伏したが、この時40の像を含む多くの貢ぎ物を送った。 アレクサンドロスはガンジス川を渡り、峡国であるナンダチョウとガンガリ大臣と戦うことを提案した。アッリアノスによればアレクサンドロスは自身の考えを以下のように述べている。もし今この遠征が終わることを望んでいる者がいるのなら、彼にガンジス川がこの上なく素晴らしい場所であると教えたい。そしてガンジス川はこの地球を囲んでいる。昼カのス海に流れている。 私は、マケドニア人と従属国の兵に対して、インド湾がペルシャに接続していることだけでなく、ヒルカノス湾ンもインドに接続していることを証明したい。シェナブ川にて、兵士による抵抗があった。彼らは、アレクサンドロスの野心に共感せず、故郷に帰ることを望んだ。この仕ぐれが70日間も続いており、ヒュダスペスカ藩の戦いで、多くの犠牲を出した。南は、 小国の王に過ぎないポロスより強いという噂が流れていた。コインノスは兵を代表し、アレクサンドロスに引き返すことを認めてもらうよう懇願した。この要求に他の幹部も同情したため、アレクサンドロスはついに遠征を諦めた。しばらく後、メムノンはトラキアからの6000名の騎兵と7000名の不評を増援として連れてきた。この増援の際、 二万五千の甲冑も装備として送られてきた。これらの増援がもっと早く到来していれば、アレクサンドロスは兵士たちに投進を再開するよう説得することができたはずであった。しかし、さらに投進することに対して、好ましくない予兆があった後、アレクサンドロスは診断らせながらも、諦め、ヒュダスペス川に沿って南に進むことを決定する。そして艦隊と軍は、 川の下流に向けて出港し、時折短い距離は陸上進軍した。敵の抵抗はわずかであった。アレクサンドロスは、マッロイ人とオクシュドラ海人が、お互いに人質を交換し、すべて貴重品を要塞化された都市に移動させつつ、あるとの情報を手に入れた。彼らはアレクサンドロスが自分たちの領土を進軍することを避けるために、互いの軍を結合させた。当時の記録は、 マロイ人たちの軍隊が合計で9万名の不評と1万匹の馬と900台の戦車を持っていることを示唆していた。マロイ人とオクシュドラ海人は伝統的に敵対していたという事実にもかかわらず、彼らはマケドニアと戦うためにこれらの議論を置いておいた。アレクサンドロスは彼らの軍の合流を阻止することを決定した。アレクサンドロスと彼の父の習慣であるが、 戦役は一年中すべての季節を通していった。ギリシャにおいては冬は休戦の季節であったが、インドにおいては雨季と寒冷期が休戦の季節であった。マロイ人たちはアレクサンドロスの観光に気づかなかったため、アレクサンドロスが進軍の準備を整えるまでに時間があると誤認した。アレクサンドロスは人生を通して困難な状況で多くの行軍を行ってきた。 例えば、ガウガメラの戦いの後、アレクサンドロスの軍はわずか1日で戦場から 55km 離れたザブ川に到達している。アレクサンドロスは11月に同盟結成の知らせを聞き、2つの部族の連携を防ぐために軍を強行させた。直前に作られた船でヒュダスペス川を下ることにより、アレクサンドロスは5日間で目的地に到着した。 彼らがパンジャーブを渡って物資を運べるようにするため、船は分解した後、元に戻せるように作られていた。現代と同様、パンジャーブ地方には5つの川があったため、船を次の川まで牽引する必要があった。ヒュダスペス川とイセスシネス川は下るには危険な川であり、マケドニア軍は船に大きなダメージを被り、さらに負傷者も出した。 彼らは戦闘用の船と輸送用の船の二つを使用した。輸送用の船は丸い形をしていたことで困難な水路を航行する上での助けとなったためダメージを受けなかった。一方戦闘用の船は多くの欠陥から多数の船が破壊された。この船は二列になってオールを漕いで進んでいたためオールが土手によく当たった。アレクサンドロスでさえ船が沈む恐れがあったので 甲冑を脱いで川に飛び込む準備をしたこともあった。第一段階しかしマケドニアは何とかこの地域を通り抜けられた。彼らがマッドイ人の地域に到着した後、講和の準備に取り掛かった。船は修理を行っている間、マケドニアは芝絵と呼ばれている部族を最初に攻撃するため西に向かった。この部族は右岸に4万名ほどの兵を持っていると噂されており、 マケドニア軍は彼らを攻撃するために川を渡った。マケドニア軍は彼らの都市を破壊し、収穫物を焼き払い、男性は殺害し、女性と子供は奴隷にした。過去にアレクサンドロスは新しく征服した地域の住民に対して寛大な処置を行ったことはあった。このような占領政策の変更は他の部族に対しての示しとする意図があった。伝えられるところでは、 マケドニア軍がすでにあまりにも進軍しすぎたため、後方連絡線が立たれる深刻な危険にさらされていたため、このような残虐な処置を行ったとされる。バビロンからパンジャーブ地方に至るまでマケドニア軍を展開していたため、もしこの地域のいずれかが遮断された場合、この遠征を取りやめる必要があった。中途半端な折中案は伸びきった。 広報連絡船を守るための案として採用されなかった。アレクサンドロスはマッロイ人の逃亡を阻止することを決定し、それゆえに脆弱な地点を強化するために立案した戦役の計画の中で内戦を維持することを認めた。アレクサンドロスは川を下って進軍するクラテロスの戦力にフィリップスの軍団とポリュペルコンの旅団に弓騎兵と像を加えた。 またアレクサンドロスはネアルコスにヒュダスペス川を船で降り、イセスシネス川とヒュドラオティス川の交流点で、さらなる作戦を実行するための基地を作るように命じた。さらにこの基地は逃亡するマッロイ人を捕らえるのに使われた。ミッカとアレクサンドロスはクラテロスにネアルコスをついていき、川の右岸から川を下るように命じた。 第一段階の続きアレクサンドロスは自軍を三つに分けて左岸を渡った。アレクサンドロスの部隊は砂漠を直接行軍せざるを得なかったが、このような最も困難な任務を自ら引き受けるのは彼の習慣だった。アレクサンドロスの軍はハイパスピスト、旧兵、アグリアネス人、ペイトンのファランクスの旅団、弓騎兵とヘタイロイによって構成されていた。 砂漠を横断することは困難を極める一方、この行軍には二つの目的があった。一つ目がマッロイ人を驚かせることで、二つ目はマッロイ人の残りの部隊をクラテロスの部隊の方面に移動することを強要するために南へ進軍して戦略的に優位な位置を確保することであった。ヘファイスティオンの軍は同じ川の左岸にいる。 クラテロスの軍とは反対の欧岸から進軍することを命じられた。もし、クラテロスが捉えることに失敗した場合に、アレクサンドロスが目標としている撤退中の部隊を捉えやすくするために、ヘファイスティオンの軍は5日間かけて、アレクサンドロスの軍よりも前方に送られた。また北に逃げるマルロイビトを確実に捉えて、殺害するために、プトレマイオス一世紀の軍は3日後に、 アレクサンドロスの軍に続くように命じられた。この時、マンロイ人とオクシュドラ海人の暫定的な同盟は破られつつあった。この二つの部族の間で誰を指導者にするかの合意が得られず、どちらの軍も自らの拠点から撤退し、マケドニア軍を避けていた。砂漠を渡った後、アレクサンドロスは行軍を続け、半日足らずで水が手に入れる場所まで進み、立ち止まった。 マケドニアの別動隊は1日で 72km 進軍した。コットカマリアという都市の近くに到着し、休憩をとり、アレクサンドロスは下手色に乗って進軍し、マッロイ人に攻撃を行った。マッロイ人の大半側未だ都市の外側にいたため、この攻撃は完全な奇襲になった。アレクサンドロスが期待した通り、マッロイ人は、 マケドニア軍が砂漠を横断するとは考えていなかった。彼らの大多数が殺害され、アレクサンドロスは殺害できなかった、マッロイ人を都市まで追いかけた。彼はこの小さな都市の周りに騎兵による非常線を張り、5爪の不評の到着を待った。第2段階不評が到着した時、アレクサンドロスは、クレートスと彼自身の騎兵隊と共に、ペルディッカスの部隊を分離し、 マルロイ人のもう一つの都市を包囲するために南西に向かうよう命じた。しかしアレクサンドロスは一部の住民がこれから征服しようとしている地域に逃げて現地の住民に現在行われていることが伝わり逃亡するための時間を与えることを恐れて都市を実際に攻撃しないよう指示した。アレクサンドロスはペルディッカスがアレクサンドロスの残りの部隊が到着するまで待っていることを強く願った。 アレクサンドロスは自身が重要だと考えたすべての任務は人から取り上げて自ら行うことを示す例の一つである。これはアレクサンドロスが前線駅を通して行ってきた習慣である。アレクサンドロスはこの都市を包囲しカタパルトのような工場兵器を使用することで占領した。このカタパルトは古代において最も強力な兵器で工場船において 革命的な存在であった。アレクサンドロスはこの地域の他のすべての工場船で、このカタパルトを使用した。アレクサンドロスはこの都市の守備隊2万名を打ち破り、殺害した。ペルディッカスが攻略しようとしていた、この都市に到着した時、すでにこの都市は、人がいなかった。ペルディッカスはこの都市の生存者を追撃し、剣を取り上げた。アレクサンドロスは兵士たちに、 夜の最初の到着の時間まで休息を取ることを許可した。その後、マケドニア軍は次の都市へとマンロイ人を追撃を継続した。この都市は現代ではバラモンのあたりにあたる。この都市に到着した時、アレクサンドロスはファランクスを送り、城壁を破るための準備を始めた。しかし、インド人はこれまでのアレクサンドロスの工場戦の戦術を熟知していたため、 城に立てこもって抵抗することを決めた。アレクサンドロスは城に包囲を敷き、ファランクスを城壁の上から侵入させた。城は焼かれて、五千名のマロイ人が城壁の内側で死去した。1日ほど休息を取った後、アレクサンドロスはムルターンに向かった。しかしマロイ人は川をすでに渡っており、西岸にてアレクサンドロスの到来を待っていた。最終段階。 マルロイ前駅を継続する前にアレクサンドロスはペートンとデメトリオスを川、森、砂漠がある方向へと送り返し降伏しなかった者は誰でも殺害するよう命じた。これはアレクサンドロスが到着した都市に到着した時に多くの都市がすでに放棄されていたからである。これらの都市の難民はヒュドラオティス川沿いの森で捕虜となった。マルロイ人は ヒュドラオティス川の西岸の高地でアレクサンドロスに戦いを仕掛けた。しかし、アレクサンドロスとマケドニア軍はこの高地を警戒し、川を渡ることを決断した。これは、新しい戦術ではなく、父のフィリップ2世が多くの局面で行ったカナトコ戦術と同様に、騎兵に続いて攻撃する手法である。マロイ人は、マケドニアの不評が戦闘に加わりさえしなかったのに、 逃亡し、アレクサンドロスは騎兵を用いて8キロメートルほど追いかけた。マロイ人はマケドニアの騎兵の数が少ないと悟ったので立ち止まって彼らと戦うことを選んだ。アリアノスはこの時5万名のマロイ人がいたと推測している。アレクサンドロスはヘタイロイの扱いに熟練していたため彼自ら攻撃を受けやすい地点に身を置いていた。 そしてマケドニア軍は前線を形成し、マルロイ人を包囲して、側面と後方を攻撃した。やがてマケドニアの系譜表がやってきて、マルロイ人は戦意を喪失して、ムルターンに逃れた。アレクサンドロスは彼らを都市まで追撃した後、彼の部隊にその日の休息を取らせた。アレクサンドロスは二つに分かれた軍を整え、一方は彼自身が率いて、もう一方は、 ペルディッカスが率いた。インド人はほとんど即座に城に撤退し始めた。この城は強固であり、城壁は1 6トルにも及んだ。しかしアレクサンドロスはこの門に無理やり押し入ることができ、城の外の部分へと進んだ。マケドニア軍は次の城壁を掘り始めた。アレクサンドロスは工場戦のペースに苛立ち、彼は自ら梯子を登った。 彼に続いたのはアニメの兵士のみであった。他の兵士たちは、アレクサンドロスの身の危険を心配し、彼を守るためにはしごを押し合った。はしごにあまりにも多くの兵士が殺到したため、はしごは重さに耐えきれず崩壊した。マロイ人は、誰がアレクサンドロスか理解し、彼に殺到した。多くのアレクサンドロスの兵士は手を差し伸べ、飛びながら彼の名を呼んだが、 アレクサンドロスはそれに応じなかった。アレクサンドロスは城内を飛ぶように行動して、マッロイ人の指導者を殺害した。しかし、矢が飛んできて、アレクサンドロスの灰を貫き、彼は重傷を負った。マケドニア軍はアレクサンドロスが死んだと信じた。この都市の入り口を確保した後、マケドニア軍は報復のために、マッロイ人を皆殺しにした。マケドニア軍が、 アレクサンドロスの元にたどり着いたとき、兵士たちは盾を構えて、彼を宿営地まで送った。矢を摘出するために傷口を開く必要があったが、誰もがアレクサンドロスの傷を切開することを恐れた。ペルディッカスが現れて、傷を切開し、傷口から矢を摘出した。兵士たちはアレクサンドロスだけが、兵士たちを故郷に導くことができると信じていたので、 アレクサンドロスの容体を非常に心配した。アレクサンドロスは数日間生死をさまよっていた。アレクサンドロスのいる場所から4日離れた場所にいた。主軍はアレクサンドロスが死んだという話が流れた。噂はしばたたく間に広がり、アレクサンドロスが生きていて容体が回復しつつあると伝えられても、兵士たちは信じなかった。結局アレクサンドロスは兵士たちから見える場所の船に、 映されて、兵士も彼を見ることができた。しかし彼の容態は最新の注意を払う必要があったので、オールで水を跳ねさせて、彼にかからないように川を下っている間ずっとオールで船を漕がなかった。4日後、マケドニア軍は、現地人が完全に放棄した豊かな国に到着した。アレクサンドロスは親しい友から叱責を受けた。彼らはアレクサンドロスに、戦いで、 自らの危険をさらすことはあまりにも危険であると述べた。アレクサンドロスはマロイ人の最後の降伏の知らせを受け取った。このマロイ人は彼らの首都が陥落した後に降伏してきた。アレクサンドロスは死者を送り4頭の馬からできた戦車を300台受け取った。さらにアレクサンドロスはインドの盾1000個、多数のライオンと100タレントを受け取った。ありがとうございます。